ガラミン、またはガラミントリエ状態度とは、筋カン薬の一つ。商標名はフラクセリル。主に欧米で用いられたが、現在では使用されていない。日本では1967年から1979年まで、市販されていた。1947年に、イタリアのダニエル・ボベットにより開発された。 終盤のニコチン受容体へのアセチルコリンの結合を競合的に拮抗することにより、脱分極を阻害する。その結果、活動電位が発生せず、骨格筋の収縮が抑制される。コリンエステラーゼ阻害薬の存在下ではシナプスにおけるアセチルコリン濃度が高まるため、ガラミンの筋弛緩薬としての効果は減弱する。 ガラミンは高濃度でヒスタミンを放出しやすく、腎不全の患者には使用できないなどの問題点があり、現在では用いられなくなった。ロガベンドロ T、ロマススキアラーブロッキングドラッグス、ディスカバリーデベロップメント、JR、ソックメット95、3637、ドイ、 10.1258、10. jrsm, 95.7 36、um、363、pmc1279,945、プミド12091,515、h t t p w w w j r s m o r g c g i p m i t l o k u p view, イコールロングアンド&、プミドイコール1,2091,515、 ありがとうございます。